Thank you.
参ります。関鉄自動車工業でございますが、関東鉄道グループのバスを中心にですね、車検ですとかバスの修理とか板金塗装とか、あらゆる整備のことについてやっている場所でございます。現在関東鉄道だけでバスおよそ450台ございまして、関鉄、グループ会社の関鉄グリーンバス、関鉄パープルバス、関鉄観光バスも合わせましておよそ600台ぐらいですかね。その車全車基本的には関鉄事故の方で車検を行っております。また、冒頭の説明でもありました通り、関鉄グループに限らずですね、他社さんのバスですとか、あとはトラック、あと大型車に限らずですね、自家用車、小型車も含めて、主に車検の方をやっている場所になります。普段なかなか公開している場所ではございませんので、会社のツアーとしては今回が初公開になります。もちろん自家用車の車検等もやってますので、もし関鉄事故また来たいなと思った時には車検をご依頼いただければいつでもお越しいただけますので、合わせてよろしくお願いいたします。ここに関しては撮影の方はご遠慮いただくような形になってしまいますが、関鉄の車も、おそらく結構いると思いますので、今回お見せさせていただく3両以外にも普通の車検待ちの車等もいると思いますので、いろんな車両が見れる形になるかなと思います。ファミリーマートに寄ってからの到着となりますので、20分、30分くらいしたら到着になりますので、もう少々お待ちください。
お待たせいたしました。まもなく関鉄自動車工業到着になります。最初に昼食タイムとなりますので、その後グッズ販売、バスの撮影会と進んでまいります。お配りさせていただきました写真の方に案内ございますが、撮影会場のちょっと手前ですね、食堂の方がございますので、そちらで昼食タイムとなります。また、関鉄自動車工業敷地内なんですが、どうも申し訳ございません、立ち入り箇所がちょっと多くなっておりますが、そちらだけご協力のほどお願いいたします。お待たせいたしました。まもなく到着になります。はい、